コルバイ・ノルトライン・ベスト・ファーレン州内の一コルバイ、ラテン語、コーベア・ノバ、中期定地ドイツ語コーベジアは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベスト・ファーレン州の、オスト・ベスト・ファーレン地方の都市ヘクスター市に存在する、旧修道院である。1792年まで、帝国直轄のベネディクト海修道院であった。コルバイは、カロリング町で最も重要な修道院の一つであり、 当時としてはこの国で最も価値の高い図書館の一つを有していた。この修道院は数多くの司教を排出している。この修道院は9世紀から10世紀にザクセン地方の文化的、宗教的、経済的中心地に発展した。危機の段階を経て、コルバイは11世紀に改革修道院となった。その後、新聖ローマ帝国の政界療法としてのコルバイ、 修道院料が成立したが、中世後期に、その重要性は失われた。コルバイ修道院は、近世初期には、ニーダーライン・ベスト・ファーレン帝国クライスに属した。この修道院は、帝国諸公会議で単独投票権を有していた。30年戦争の結果は、この修道院に、存続の危機をもたらした。しかし17世紀後半から、教会や修道院の建物が、 バロック様式で再建されている。その後、修道院は再び重要性と求心力を失っていった。1792年にこの修道院を司教領主にする努力がなされた。1803年、帝国代表社会議主要決議により、修道院領の独立は失われた。ただし司教は1825年まで存続した。これ場合は、 1820年にヘッセンドーテンブルク、ホハク・ビクトルアマデウスの所有となった。彼の死後は、老いにあたるビクトルエルププリンツツー・ホ道エ,エシリングスフィルストが相続した。彼は、ラティボルコーとコルバイコーの2つの肩書きを手に入れた。その家族はこれ以後、コルバイに対する責任を負っている。9世紀のフレスコを有するカロリング町のベストベルクは、建築史上、 飛び抜けて重要である。九州動員協会は、バロック造形芸術の記念碑的存在である。協会近くの墓地には、ドイツ国家の作詞者、ホフマン・フォン・ファラース・レーベンの墓がある。城館内には、カイザー・アザール、公爵のサロン、約7万4千巻の書物を収める領主の図書館がある。ユネスコは、2014年6月に、コルバイを、世界文化遺産に指定した。 現在公爵は市や軍と共同でコンサートや展示会といった文化イベントを開催する博物館を上館内で運営している。コルバイ周辺地図。コルバイはヘクスターの東、ベーザー川が蛇行し、屈曲する地点に位置している。この地図にはトムローデン、ニーエンケルケン、コルバイハイソンも書き込まれている。コルバイはベーザーベルクラントの地形に囲まれたベーザー。 川西岸に面している。ベーザー川は西に位置するヘクスターから流れてきて、修道院のすぐ南に位置する入植地の中心地で、廃村となったコルバイ村で流れを北向きに変える。コルバイは1716年に直線の波軌道、コルバイアアーレイで、ヘクスターと結ばれ、その市域に含まれた。修道院は、ベーザー川東岸のノルトベストファー練習の宗教にまで至る。 ここで、ニーダーザクセン州に属するゾリングに接している。最寄りの大都市は、パーダーボルン、ビーレフェルト、ハノーファー、ゲッティンゲン、カッセルである。カール大帝は、ザクセン人を征服した後、新たな支配地域に帝国修道院を設けて、キリスト教家を強化、奨励した。カールの死により、この計画の実行は遅れた。カール大帝のいとこにあたる、 コルビ修道院委員長のアーダル・ハルト・トバーラのイボ兄弟がルートビヒケーケン王の許可を得て815年あるいは816年にザクセン人の土地で初めての修道院ノバ・コルビをヘイティスに設置した当初はコルビ修道委員長代理が管轄する修道院であった最初の修道士はコルビ修道院から移ったこの修道院は822年に 現在のコルバ以上の場所に、その所在地を獲得した。この修道院は、ヘルベークという街道がベーザー川を渡る、西岸側に建設され、王の宮廷白反りのやや東に位置した。移転に伴い、古田修道院からの修道士が移住し、この修道院は1.5倍に拡大した。しかしこの修道院は826年まで、母修道院と人的連合の関係にあった。 823年、皇帝はコルバイ修道院に横領及び聖ステファヌスの聖遺物を寄贈した。同時に、コルバイ修道院は、それまでコルビ修道院がザクセンに所有していた財産をすべて所有することとなった。この修道院には、違い法権と修道院長の選挙権が与えられた。修道院と皇帝との緊密な関係は、不況を買った。 サンドニのヒルドゥインの遊兵地となったことにも示されている。このことから836年にパリ近郊のサンドニ大聖堂から聖ビトゥスの聖以外の移送が行われた。これにより聖ビトゥスはザクセン人の守護聖人となった。その後、プラハシ教座協会の聖ファイトの守護権もコルバイ修道院に返還された。重要な聖人である聖ステファヌスと聖 ビトゥスに捧げられたコルバイは数多くの巡礼者の目的地となった。コルバイの初期の歴史を記した重要な書物の一つで、あるトラレイ氏をソンクティビティが写本を繰り返して残されている。隣接するヘルフォルト修道院と並んで、コルバイ修道院は初期のスカンジナビア不況の中心地となった。823年にアンスガーが教師兼説教師として、 母修道院であるコルビからコルバイに移った。アンスガーを介してコルバイは、スカンジナビアにおける、最初の布教に関わった。コルバイ修道院は、仮想社会階級から修道士になった者がいないという点で、聖ベネディクトス解律から外れている。修道士は、例外なく、フランケンやザクセンの好位貴族から受け入れられた。コルバイの古典荘園と、 初領戦2 5 0年頃のコルバイ修道院とコルバイ入植地ヘクスター王からの初領上途やザクセン貴族からの寄進によってコルバイ修道院はドイツで最も裕福な修道院の一つとなった獲得したものはコルバイの伝統として固定されていったルートビヒ経験王によりヘクスター、エーレスブルク城、メッペンがコルバイの初領となったルートビヒドイツ人王はヘーメルン ヘンメンドルフ、ビスベーク修道院、オスナブリュック市教区の十分の一税協会、モーゼル下半立費の不動産を寄進した。ロタール一世は、流言修道院とその周辺地域を寄進した。コルバイは、その一部を金世になるまで保持しており、議書によって獲得したものだという主張にも決して、屈しなかった。ミカドヒユーリトは、修道院の伝承によれば、高価な十字架を寄贈した。 これを記念して、修道院が廃止されるまでは、毎年貧しい人々に遊離とのパンが配られていた。所有する土地は主に、コルワイ自身周辺のベーザー川上流地域であった。さらに、コルワイ北地方と呼ばれる、エムスカ流地方、ディーメルカハンのマールスベルク地域、ライネ川中流やグレーニング園周辺の旧東ザクセン地方の土地がある。数多くの農場から、 古典荘園が形成された。コルバイは17世紀になるまで形式上はシュバーレンベルク博に対する霊園風習であった。14世紀にはこの修道院は60以上の教会を配下に置いていた。これらの教会はクレーニングン修道院やオーバーマールスベルク修道院、かつての滅ン伝道教会とコルバイ、修道院自体の周りに集まっていた。 コルバイ修道院のすぐ近くに二つの小さな立修士祭教会あるいは修道院、ニーエンケルケントトムローデンがあった。さらに、コルバイによって創設されたシャーケン修道院や、会組織のベルベ修道院やケムナーデ修道院も、あった。この修道院は、833年にはすでにコルバイ、入植地の市場のための貨幣鋳造権を有していた。この特権は、この種のものとしては、 東フランク王国で初めての例であった。最初、効果は王国の異型をしており、固有の中造所は割り当てられていなかった。11世紀になるにつれコルバイ固有の効果の異型が開発された。最初に修道院長ザラコーフォンロスドルフがデザインされた。コルバイ自体だけでなく他の集落の修道院も硬貨中造権が与えられた。900年に マールスベルクに貨幣鋳造権が与えられ、945年に目、ペンが続いた。13世紀には、フォルクマールゼンやヘクスターにも、貨幣鋳造所が設けられた。13世紀に、ケルン大司教は、ベストファー連行として、少なくとも、時々は、コルバイ、マールスベルク、フォルクマールゼンの貨幣鋳造権の所有について、コルバイと争った。14世紀にはここでの鋳造は、 完全に停止した。ヘクスターでは何度も中断されながらも、ほぼ修道院の終焉まで鋳造が続けられた。銀貨の他に銅貨や金貨も鋳造された。最後に鋳造されたのは2プフェニヒ及び4プフェニヒの銅貨で1787年のものであった。これは入植地は都市に発展していった。この町はヘクスターの競合相手となった。 1265年、ヘクスター住民は、パーダーボルン市教と共に、コルバイ市を破壊した。この町は再建されたが、14世紀にはすでに弱小都市に衰退しており、その後、村となり、15世紀にこの集落は、廃村となった。修道院の維持費や修道院長の必需品のための、費用の2つの予算は、会計から切り離されていた。ここには、遺言の発用、 王の業務、王宮滞在費、教会や、その他の建物建設費など、かなりの額が含まれていた。850年頃に、コルバイで作成されたヘイリアントの思考の複製。コルバイは、9世紀から10世紀に、北西ヨーロッパにおける最も重要な、キリスト教文化の中心地の一つであった。修道院図書館の方がは、ルートビィヒ経験王の時代にすでにあった。 この図書館の蔵書は世俗化の際に散逸してしまった。しかし現存している中には、カール大帝のザクセン法、ローマ時代の歴史家、タキトゥスの年代記の最初の5冊、ローマ時代の文筆家で、哲学者、キケロの著述がある。この修道院は、ザクセンのベストファーレン文化の最も重要な証拠の一つである。この時代のハイライトは879年から916年。 修道院長ボーボ一世及び、ボーボ二世の時代である。修道院長の他に、歴史書ポエタ作ソの作者でコルバイで活動した詩人のアギウスの名が挙げられる。この他修道院では、すでに、セイビリトゥスの伝記やアナールコーベンズの翻訳報告が、なされていた。ボーボ二世はボエティウスに対する評論を寄贈した。現在ミュン編にあるヘイリアンとの趣向は二人のコルバイ。 修道士が書いたものである。コルバイでもいられた修道院自家の天礼様式が各地に伝播された。司教アンスガーの他にその後継者となったハンブルク・ブレーメン司教のうち4人がコルバイ出身であることもこの時代におけるこの修道院の重要性を物語るものである。この修道院は設立から最初の4世紀のうちに合わせて23人の司教が排出した。 教皇グレゴリウス五世が、コルバイ出身であることは、伝説の領分に属しものである。三郎式のバシリカ教会である聖ステファヌス及び聖、ビートス教会は、830年に建設が始まり、844年に、建造された。873年から885年に、アーヘンの宮中礼拝堂をモデルとしたベストベルクが、設けられた。 これは現在、ベスト・ファーレン最古の建築文化財で、異形の念に打たれる、ベスト・ファーレンの聖域であるのみならず、現存する最も古いベスト・ベルクである。当時の北ドイツ地域で最大の建築物の一つであった。ここに残されている旧世紀に描かれたフレスコは、オドゥッセイアの古典的なモチーフが描かれている。アルヌルフは、八十九年に新しい教会を訪れ、 修道院長ボーボ一世はこの修道院をカロリング町王家の追悼修道院であると紹介した。ルートビヒオ同王の死後、カロリング町が断絶した911年まで、コルバイは、ザクセン地域で最も重要な修道院の一つであり続けた。913年のコンラート一世の最初の行行員をコルバイは、修道院王宮として何度も利用された。 1203年までに23回の王の行行が証明されている。実際の訪問回数はこれよりも多いと推測される。王の訪問は確かに修道院の威信を高めたが、修道院の経済にとっては大きな負荷となった。10世紀に西フランク王国との文化交流がついえた。これに代わり、作戦地域での宗教的交流が緊密になった。ボーボ三世は、 オッドーチョールネサンスの主要人物である。この他に、年代記作者のビッドキント・フォン・コルバイは942年から973年まで活動し、ザク戦士を執筆した。時代とともに、修道院の秩序は低下していった。皇帝ハイン・リヒ2世は、改革修道院の時代を開いた。彼は1015年に、パーダーボルン司教マインベルクの影響のもと、 修道院長バルを解任し、ドルトマールをその地位につけた。こうした動きは、ロルシュ修道院から生まれ、ゴルズの改革運動につながっていく。頑強な抵抗にあいながらも、この改革は遂行された。修道士の大部分はこの修道院を去った。修道院長の下には、わずか9人の修道士が残っただけだった。ロルシュやエヒテルナ派の修道院長についても、同じことが起こった。 マルクバルト修道院長の時代、コルバイはヒルザウの改革に部分的に参加した。しかしそこには本質的な相違があった。ヒルザウの改革に加わった修道院では、それぞれの集落の司教が新たに選ばれた修道院長に司教杖を手渡したのだが、コルバイでは修道院長自身が祭壇からこれを手に取ったのである。コルバイは ヒルザウの会に置かれたわけではなかった。両修道院は兄弟協定を結んだ。これに加えてケルン大使教案の2世によるグラーフシャフト修道院の創設という衝撃がもたらされ、コルバイはベストファーレンチ法における修道院改革の中心となった。その後、兄弟協定はそれ自体が改革の推進力となり、修道士や修道院長は ザクセンに6つの修道院を開設した。コルバイの修道士は別の場所で設立集会を開いた。この時代のコルバイは様々な女子修道院の新設にも関与した。マルクバルトの時代86人の修道士が新たにこの修道院に入った。これに対してそれ以前の25年間に入った新しい修道士はわずか22人だけであった。 教会改革運動の時代で特筆すべき新説は、俗人兄弟団の形成である。このビートゥス及び、ステファヌス兄弟団は、マルクバルトの時代に、コルバイで結成され、コルバイ修道院の所領がある村や、修道院が何らかの権利を有している集落に、伝播していった。コスラーのビートゥス教会が最初だった。 1081年から1138までの間だけで1350人の加盟者の名前が分かっている。兄弟団には規約があり、食事、困窮者援助、死者の追悼のために集まった。入管料は修道院で活用された。修道士は礼拝時に兄弟団員の死を悼んだ。世俗の観点からは、特に助人検闘争の危険な時代には、 兄弟団は、修道院の重要な支持者となったのである。改革運動に伴って、次第に、ザリエリオ家からの離反が起こり、教皇グレゴリウス七世陣営を向くようになった。修道院長、バーリン二世紀の時代、修道院は、皇帝ハインリヒ四世支持者とその敵対者である、ザクセンとの間の紛争の的となったが、すぐに、グレゴリオ支持者の中心地となった。 1065年に皇帝によって、コルバイが一時的に、アーダルベルト・フォン・ブレーメンに委託されたことも、除人権闘争に関連している。オスナブリュック市教区の10分の1税商教区は、この頃廃止された。コルバイの風神や皇帝軍の支援を受け、ハインリヒ4世を信奉する、修道院長、ギュンター・フォン・ヘルスフェルトによって、修道院長マルク・バルトは1102年に強制的に、 辞任させられ、修道士たちのコミュニティは破壊された。しかし、そのわずか1年後に、ギュンターが死亡したため、神のたたりであるとみなされた。マルクバルトは、元の地位を回復した。修道院長の自由選挙権を無視した。ハインリヒゴセイは、エルケンベルトを修道院長に任命した。これにより、コルバイは、一時的に王家に歩み寄り、エルケンベルトは、1108年に、 ハンガリーへ1110年から1111 11年にローマへと皇帝に随従した。この頃すでに修道院の物質的基盤の入手が有料され始めた。このためエルケンベルトは所蔵品一覧を作成させた。同じ頃ニ人と修道院出自との紛争が始まった。副出自であったシュバーレンベルク博はハインリッシュ志向失脚後の一時期修道院出自となった。 1118年にこの修道院は、テオガーホンザ君とゲオールゲンを受け入れた。その後、教会改革派によって、メッツ司教に選ばれたため、彼は、コルバイで、数多くのグレゴリウス派指導者が出席する中で、見せつけるかのように、教皇特使、クーノフォンプラエネステによって、司教となる祝福を受けた。この新しい司教は、直ちにその教会上の職務を執行した。 コルバイのゲオルク教会、アンドレアス祭壇、修道院教会の地下制度を性別したのである。1130年代以降修道院秩序は新たな低下し始めた。ビバルト・フォンシュタブロの下で、コルバイは最後の流星を享受した。この時代に、ベストベルクは隣接するヘクスターの聖キリアニ教会を模倣し、それを凌駕する日本の塔を持つ。 現在の形に改築された。剥奪されていた占有権がこの頃に再び有効となった。これは暴力的な白やミニステリアーレの干渉に対抗するための手段であった。修道院規則も新たに制定された。修道院はライバーバイティを含む一連の贅沢な思考を発注できるほどに裕福であった。この芸術的なライバーバイティは おそらくヘルマースハーゼン修道院で作成された。この作品が着手されてから完成するまでのすべてのコルバイ修道士及び修道院長の名前がこの中に含まれている。さらにコルバイとき東京大会を結んだ76の宗教団体の名称リストがある。この本はミュンスター国立文書館の最も貴重な趣向の一つに数えられる。その内容は コルバイが様々な規律の団体と関係を持っていたことを示している。コルバイ主席主催区と並んで、シュタブロ修道院と母修道院であるコルビ修道院がその筆頭であった。ビバルトの死後、コルバイは急速にその重要性を失い、帝国やローマ教皇庁における役割を創出した。修道院長ビドキントの時代、この修道院は確かに重要性を保持していた。 しかし、その後の修道院長や1242年の修道院の火災が、負災や経済的調落の原因となった。ローマとの関係は、反ローマ主義の修道院長ディートマールニセイフ世ン、シュトックハウゼンやヘルマン一世ン、ホルテによって持続的に妨害され続けた。13世紀半ば以降、ホーエンシュタウヘン長の終焉に伴い、コルバイは、 ベストファー連行としてこの地域に現実的な関心を示すケルンダイ司教やパーダーボルン司教、ミュンスター司教らに対抗する独自の役割を持つことができなかった。シュタウフフェン長によって王権が南ドイツに移動したことや王位が脆弱化したことなどによってコルバイは王の保護を失った。これを受けて修道院長はできるだけ閉鎖的な両方を形成しようとした。 このため、周辺のライバルたちと必然的に衝突を起こした。パーダーボルン司教や様々な博、特にブラウンシュバイクリューネブルク公、ヘッセンホーハク、ケルン大司教などである。このため、1189年の修道院長の年代記ですでに嘆かれている通り、修道院長は宗教上の職務をないがしろにして、城の建設を好んだ。こうした、 防衛施設として、ブルンスブルク、ラントエッゲ、クーゲルスブルクあるいはリヒテンフェルス城がある。コルバイは1220年から、両方化された帝国修道院となった。これに対して、甚大な損害も被った。いわゆる、オスナブルックの10分の1税紛争に伴って、阻害されたことにより、修道院長は、 十分の一税やオスナブリュック市教区内の収入の大部分を失ったのである。バルデック博の領域では、13世紀に博やケルン大司教に有利になるよう財産を失っている。1198年に獲得したゾリングも失われた。かつて広い範囲に点在していた土地のうち、最終的にはコルバイ周辺の地域だけが残された。 修道院の所領は約275平方キロメートルであった。この領域は東はベーザー川を境とし、西と南は直接隣の両方であるパーダーボルン市橋領と接していた。この領域には主流であるヘクスターの他に16の村落が含まれた。中世後期を通して経済的、政治的、宗教文化的に脆弱な期間が続いた。 14世紀から15世紀の修道院長は全く重要でなく時に品位を汚すような者も,もいた。これに対して修道師集会が影響力を獲得していった。15世紀にこの修道院はそれまでの発展の最低限にあった。コルバイ修道院領の地図帝国改造に伴ってコルバイは1500年にニーダーラインベストファーレン、帝国クライスに加わり、 これによりその領域は新生ローマ帝国の一部であることが確認された。帝国議会の帝国両方会議では他の帝国直轄修道院の修道院長のような共同での投票権ではなくコルバイ修道院長は個人として議席を占め単独票を有していた。帝国大長には1522年頃コルバイは2人の騎士9人の不評 120グルデンの戦費を帝国軍のために提供すると記載されている。コルバイの両方内ではドイツ語、低地ドイツ語、ラテン語が話されていた。1800年頃には面積275平方キロメートルに約1万人が住んでいた。コルバイはナッサウオラニエ公国、ベストファーレ王国、プロイセン王国、コルバイ,バイシン両方に属した。やはり1500年頃、 修道院長、フランツ・フォン・ケッテラーの下で、ブルスフェルで会議を受けて、内部の改革が始まった。また、財政基盤の保全も始まった。こうした、改革の努力は、1533年以降、コルバイ領内に、宗教改革が入り込んだ時期と重なっている。これにより、コルバイ修道院領では、ヘクスター、アーメルンクセン、ブルーフハウゼンでの宗教改革を拒み、 これに対抗することに成功した。しかしこれは、修道院長の立場を著しく減弱化した。1590年頃に、修道院長、ディートリヒフォン・ベディングハウゼンによって、カトリック改革の最初の試みが開始されたが、この対抗宗教改革の方がはほとんど成功しなかった。逆にこの修道院自体が、宗教改革の脅威にさらされた。 ブルスフェルで会議の介入はつえた。1585年から1616 16年までの間にベストベルクの塔の屋根が作り替えられ、ベストベルクの上層に祭壇が設けられた。対抗宗教改革は、この修道院の領域では1624年までに、ヘクスターを除きほぼ完了した。30年戦争でこの修道院は手ひどく破壊された。修道院の大化で、 修道院図書館の大部分が消失した。この戦争の間、修道士たちは場合により、ヘクスターに避難した。さらに軍事占領と高額の戦費の支払いが課された。クリストフ・ベルンハルト・フォン・ガーレン・ミュンスター司教、クリストフ・ベルンハルト・フォン・ガーレンが1665年に管理官となった時、修道士たちは一連の候補者の中から、修道院長を選出することを放棄しており、 ゴルバイは消滅寸前の状態にあった。彼はバロック様式の修道院教会を建設し、貴族の修道士集会を復活させることで修道院を活気づけた。ヘクスターに対する領主の威信も改められた。こうして修道院生活がかなり安定した後、修道士集会から修道院長を選出することに成功した。ビルヘルム・ラーベはガーレン時代を ヘクスターとコルバインの著述に費やした。老朽化していた修道院教会はベストベルクを除いて1667年からバロック様式の調度品とゴシック様式の内装に改築された。1699年から1756年までの間、特に修道院長フローレンツ・フォンデムフェルデによって 修道院施設をバロック様式にする大規模な改修工事が行われた。コルバイ上官は、この時に改修された状態をほとんど変えることなく、今日まで保存している。修道院の中央車寄せに直接掘られた、カール大帝やルートィ被経験王の栄誉を称える、名は、コルバイが、対抗宗教改革の中心地であることを宣言する、ものとして重要である。修道院長は、 両主の権利を豪華なカイザーアザールで表現している。修道院長マクシミリアン・フォン・ホルリヒは新しい建物を図書館として利用することとした。17世紀から18世紀に修道院の歴史に力が注がれた。当時の歴史記者は一部の原点を贋作し、後にコルバイの偽造歴史家と呼ばれた。この偽造された歴史書は19世紀の文書管理者で、 歴史家のパウル・ビーガントが様々な誤りを残す原因ともなった。年間約10万ターラ以上の収入があり、1万2000人を要する帝国修道院領はパーダーボルーン司教の首輝きから逃れようと常に努めていた。18世紀末に修道師集会が暴力的な方法で廃止されたことが強い動機づけとなった。しかし、1786年には、 修道士集会にはわずか13人のメンバーがいただけだった。コルバイは貴族の志願者だけ受け入れることを認めており、衰退により志願者はほとんどいなかったため、司教への昇格によって、長楽を食い止めようと努力した。1779年に最初のステップとして、コルバイアーテリトリウムと呼ばれる、両方修道院の身分への昇格がなされた。 修道院長はその領主として、世俗案件及び正解案件についてもパーダーボルン、司教から奪取し、修道院長のものとした。司教の不教権はパーダーボルン司教に残された。修道士集会は常にベネディクト会の特色を保持し、厳しい修道生活の日課を送ることを修道院長臨席の下で決議した。ほとんどの修道士が高齢化していたため、 当時には、1786年に開校した、神学校の生徒が動員された。また、12人の将来の聖堂参次会員と500、ターラーの報給を確保した。ビータカムニーズも大きく改善され、金疫性が廃止された。1788年、この修道院はついに世俗化申請を強行に、提出した。修道院は1792年に廃止され、 わずか10の教会区しか持たないにもかかわらず、領主修道院長、テオドール・フォンブラベックは、領主司教に、修道院領は、司教領になった。修道院副院長は、聖堂主席司祭に、修道士は、聖堂参事会員となった。修道士の一人である、フェルディナント・フォン・デュニンクは、この変更作業に特に積極的に取り組んだ。 さらに他の制堂附属学校の生徒は、今や、司教座協会となった、修道院協会の6人の聖堂助任司祭の座に就いた。服装や規律は、ドイツの他の聖堂三次会に習った。1794年、皇帝の文書が作成され、旧修道院寮だけを含む、新たな司教寮が成立し、マインズ司教官区の会に組織された。 1794年にフェルディナント・フォン・リュニンクが、テオドール・フォン・ブラベックの後を継いで領主主教となり、プロイセン王国における、この主教区最後の地域主教となった。その後すぐ、1803年に、世俗両方のコルバイ主教領は、帝国代表社会議主要決議によって廃止された。この領域は、ビルヘルム五世、フォン・オラニエンが治めるナッソ・オラニエ・フルダ公領の一部となった。 この考領は1806年からオラニエ・ナッサウ・公使ビルヘルム・フリード・リヒを領主とした。コルバイは1807年にナポレオン支配下のベスト・ファーレン王国の一部となり、最終的に1815年にプロイセン王国の国有地となった。しかし、正解のコルバイ氏教区は1825年にフェルディナント・フォン・リュニンクが亡くなるまで存続し、その後、 パーダーボルン司教区に編入された。ラティボル公及びコルバイ公ビクトル一世イウィーン会議の結果、保障の権利を得た、ヘッセンドーテンブルク砲白ビクトル・アーマデウスは、1820年に、プロイセン王からコルバイ非直轄校領及びラティボル、非直轄公領を保障として与えられた。砲白は、1825年の遺言でこの書領を、オイノエルプ・プリンツ・ビクトル2、 公園堂へシリングスフィルストに移送した。紅白が1834年に亡くなり、成人した1840年に、エルププリンツ・ビクトルは、シリングスフィルストの相続権を放棄し、ラキボル公及びコルバイ公、ビクトル一世を名乗った。ビクトル一世以降は1840年11月に、住民の大部分が注目する中、ラキボル近郊のラウデンを訪れた。彼はここを、 永住地都市、コルバイにはほとんど滞在しなかった。彼の統治再生期直前の1844年になって初めてコルバイの西洋国に、公の住居となる新たな施設が設けられた。1845年4月19日に、ビクトル公は、フィルステンベルク公カールエー2世の港女、アメールへと結婚した。ラティボル公ビクトル一世は、プロイセン王国内で、 主導的な政治的役割を得ていた。彼は1877年にプロイセン貴族院の議長となった。その後、プロイセン外務担当参事官に就任した。彼の文化的な成果は、特にコルバイの領主の図書館や、ベルリン、シュレージエンベストファーレンにおける様々な活動に現れている。彼は晩年をラウデンで過ごし、 1893年1月30日にそこで亡くなった。1925年から1930年までの間に撮影されたコルバイの写真父親の死後、講子ビクトルは二代目のラティボール公及びコルバイ公となった。ビクトルに世功は1877年にブロイナー・エンケボイルとジョハク・マリーと結婚した。彼女は1894年に ニーダー・エスター・ライヒ地方のグラーフェンエッグ、ノヤイ,イゲン及びアスパルンの所領を相続し、コルバイと共にこの一族の所有となった。ビクトル二世以降は、プロイセン王国内で父親と同様に養殖を歴任した。ビクトル三世以降は、1923年に、父から、クゲの頭領を引き継いだ。この家族は1945年に、ラティボル近郊のラウデンを離れ、 コルバイへ逃れた。3万4000ヘクタールの森林を含む手ジ寺園の所領はポーランド領となった。第二次世界大戦終戦後、建物や長度の大規模な修復が行われた。屋根、ファサード、窓、門は取り替えられ、近代化された。上巻建築の最良の部分は一般公開された。1984年に、 ラティボル港及びコルバイ公フランツアルブレヒトは、長どの大部分を公益機関である、ヘクスター・コルバイ文化クライス GMBH に移管した。クゲと並んで、ヘクスター氏とヘクスター軍がこの公益法人の運営者となった。これ以後、コルバイはベーザー・ベルクラントの文化的中心へと発展した。修道院教会は、ビクトル三世以降の次男、 フランツ・アルブレヒト・メッテル・ニヒシャ・アンドルが聖ステファノス・ビートス教会に寄進したことで管理権が移管された。これにより教会はこの貴族家の所有ではなくなっている。フランツ・アルブレヒト公の死後、その息子のラティボール公及びコルバイ公、ビクトル5世がコルバイの管理運営を引き継いだ。彼は居城を完全にコルバイに移した最初のラティボール公である。 コルバイは1999年以降、ユネスコ世界遺産の暫定リストに掲載され、2014年に正式登録された。提案資料は作業グループ内で遂行された。ノルト・ベスト・ファーレン州、ラテボールクゲ、セース・テファノス・ビートス協会及び、市、軍、ベスト・ファーレン・リッペ地方連盟の代理人がこれに携わった。提案のタイトルは、 ダス・キャロリン・ジーッシュ・ェストワーク・ウント・ダイ・キビタス・コービ、であった。提案資料は、提案文本体とマネージメントプランを含んでいた。このために、コレバイト・パーダーボルンで2度の国際シンポジウムの研究報告に基づく集会を開き、啓発資料を作成した。この提案は2012年12月に、ウーテ・シェファーによって、ノルト・ベスト・ファー練習政府の署名がなされた。 世界遺産登録のための最も重要な先行基準は独創性、正当性、完全性である。コルバイの特徴は以下のようにまとめられる。コルバイは最も古く類例のないほぼ完全に保存されたカロリング時代のベストベルクを有している。中央の三肩をバルコニーに囲まれた上階にあるメインの空間はその形や 本来の芸術的調度が古風なモデルに遡ることができる。等身大の石膏像を持つ、ちょう度建築的な構成を持つ再色された空間把握、装飾的なフリーズ、神話の壁画といった本質的な部分が保存されている。このベストベルクはカロリング朝ルネサンスの卓越した作例である。学校と図書館を持つ、この修道院は中世初期から 世紀のコルバイ氏の成立を促した。これは宗教、文化の中心であると同時に商業地でもあった。13世紀に荒廃した、この都市とかつての防備を固めた修道院管区は考古学文化財として保存されている。さらに、フランク王国の変縁部にあったコルバイは政治的機能も有しており、布教活動の任務は他のヨーロッパ世界に政治的、 宗教的影響を及ぼした。世界遺産の承認には、以下の目標が課された、現状の維持、管理、将来の建築、保存、開発計画、学問的裏付けの保全に関する将来計画、利害の衝突による、紛争の予防、管理計画、教会の本来の利用に対する保護、経済的、観光上の圧力に対する守備一貫した、持続可能なコンセプト、国内、 国際的認知の定着。2013年9月、アイコモスの委員がコルバイを訪れ、情報を通知した。2014年6月21日、コルバイのカロリング町のベストベルクト・キビタスの名称の元、かつてのコルバイ修道院全体が、ユネスコにより公式に世界遺産として登録され、ドイツで39件目の世界遺産となった。修道院協会の最初の施行軍は、 母修道院である、コルビ修道院由来のものである。詳細が不明な文書はあるが、その他の文書についてはそう結論づけている。自身が、コルバイ修道院の設立に関与したパスカシウス、ラドベルトゥスの著述もその一つである。彼は、コルバイ修道院の初代修道院長アーダルハルトの死後に素晴らしい番歌を読んでいる。彼は、修道院長、 バーリンにも2編の作品を捧げている。これらも修道院図書館に所蔵されている。修道院長、アーダルハルトと学識ある文通を行っていた、コルビーのラトラムヌスの著作もコルバイに保存されている。九世紀の初めに、図書館は、ルートビヒ経験王の宮廷礼拝堂付き司祭によって大きく拡充された。ルートビヒはこの修道院に自分が所有する書物を寄贈した。 現在ミューンヘンにあるヒエロニムスのマタイ福音書注釈もその一つである。かなりの増書を有していた重要な修道院学校が修道院図書館の拡充に特に寄与した。司教、アンスガーは布教のたびにコルバイの書物を携帯したか、あるいは布教の後に書物をコルバイに収めた。しかも、ハンブルクの聖堂図書館はデンマーク人によって破壊されていたため、 コルバイの援助によって再建された。900年頃には著述家として重要な修道士もコルバイで活動した。ザクセン氏を記述した修道士ビュキンともその一人に数えられる。利用された原点の分析は数多くの古典記やキリスト教の著者の作品がコルバイに収蔵されていたことを示している。その後、新たな蔵書は比較的少なくなった。蔵書が 再び増加するのは1100年頃のマルクバルト修道院長による改革期である。マリエン・ミュンスター修道院はその創設期にコルバイから書物を得た。エルケンベルク修道院長の下でもコルバイは一連の作品を得た。エッケハルト・フォン・アウラは編纂した世界年代記をこれに剣じた。それにもかかわらず図書館は衰退を続けた。次に発展したのは ビバルト・フォン・シュタブロが修道院長に就いた1146年になってからであった。機敬ロの入手しやすい地を実が収集され、現在ベルリンにあるコデックスに組み込まれた。おそらくヘルマールスハウゼンで作成されたリーベル・バイティもこの時代に収集された。ビバルトが1158年に亡くなった後、図書館はかつての重要性を喪失した。 確かに新しい書物は追加されていったが、他方では、数多くの古い書物が失われていった。特に、ザクセンシュピーゲルが在庫を増やしていった。タキトスの年代記から、トイトブルクの森の戦いの部分16世紀の初めに、修道院図書館からある名高い志向が盗まれ、教皇レオ10世の手に渡った。この趣向は、おそらく、古田修道院で作成された9世紀の写本であり、 タキトゥスの年代一期の最初の六巻であったと言い伝えられている。1515 15年に教皇レオ十世はこのテキストを交換するために印刷させた。彼は出来上がった印刷物一部を保証王としてコルバイに送り、修道院に持続的な面書を確約した。今日まで所在がわからない趣向や三十年戦争で紛失した趣向がある中、 広く普及することができたことを考えれば、この盗難は幸運であったとも言える。これ以後の16世紀中に、ブルスフェルデ修道院の蔵書がコルバイに移された。この頃には、学習を目的として、多くの学識者がこの図書館を訪れた。例えば、ヘルマン・ハーメルマンは、ここを訪れたという証拠はないが、最も素晴らしい図書館の一つに、コルバイを挙げている。図書館は、 30年戦争の間に大きな損失を被った。マクシミリアン・フォン・ホルリヒ17世紀終わり頃のクリストフ・ベルンハルト・フォン・ガーレンが修道院長であった時代に新しく多くの作品を購入することができた。バロック様式の新図書館を創設した領主修道院長マクシミリアン・フォン・ホルリヒがこの蔵書拡充を司った。図書館の書棚は2段以上に拡充された。 マクシミリアン・フォン・ホルリヒは、修道院や貴族の修道士集会の必要を満たす図書館を開設した。書物の製本は、名色の革拍子と洋皮紙でなされた。その背には2本の青いストライプがあり、その上に本の表題、下に図書館での本の置き場所が書かれていた。製本されて持ち込まれた本は、想定が異なっていた。1721年に、 ブレーメンで開かれたオークションで、修道院長マクシミリアン・フォン・ホルリヒは、手書きのメモを含む数多くの本を購入した。その作品のいくつかは、プレモンストラート・カイ・ストラホフ修道院やプラハのイエズスカイ神学校で作成されたものであった。他の記録も、マクシミリアン修道院長が、これはイ修道院図書館のために、しばしば図書を購入したことを示している。記録は、 ヘクスターで購入したことや、ホルツ民伝である人物から購入したことを証明している。後継者の修道院長の下でもコルバイ、修道院図書館の書籍購入は行われた。蔵書は1793年までに6000点を超えた。1803年のコルバイ図書館の目録の写しによって、蔵書の概要を知ることができる。1803年の予続化後、 図書館は廃止された。その処遇に関する交渉は1812年まで続けられた。しかし、一部はそれ以前にすでに秘密裏になくなっていた。歴史家、パウル・ビガントは、1811年には期待していた書物の1、4しか残っていなかったと述べている。かなりの部分がマールブルク、ミュンスター、ボンへ運び出されていた。残った約2500巻は、 これは一種人主催区図書館として、ヘクスターの主席司祭館の図書館に収められた。これらの書物は現在、パーダーボルーンの大司教アカデミー図書館の蔵書となっている。領主の図書館領主の図書館は、コルバイの、第三の図書館であるが、古い修道院図書館とは関係がない。この図書館は、修道院外のヘッセンローテンブルクハクの純粋な世俗の書籍コレクションである。 このコレクションは1825年から1833年までにローテンブルクアンデアフルダからコルバイに持ち込まれた約3万6000巻の書籍からなる。書籍の内容は18世紀から19世紀の小説、気候文、電気、日記、儀曲や序成詞である。この図書館には15本の柱、漆喰天井、様々な種類の木材で作成された200竿の書だな。 フランス製のタペストリーからなる。ビクトル・アマデウス校は1840年に初代コルバイ校として上官と図書館を引き継いだ。彼はアウグスト・ハインリヒ・ホフマン・フォン・ファラース・レーベンを師匠として雇用した。彼は1860年にコルバイに入り、研究所、価値の高い機構本、豪華装定本を購入して、残り物コレクションという図書館の悪評を、 改善しようと試みた。増殖は7万4000巻に増えた。コルバイに立つアウグスト・ハインリヒ・ホフマンフォン、ファラース・レーベンの記念碑、ホフマンフォン・ファラース・レーベンは1874年1月19日に、コルバイで亡くなった。住民の多くが参加する中、彼は、1860年10月27日に、先だった妻イーダが眠る、修道院教会近くの小さな墓に埋葬された。 破壊は、名前が刻まれた、装飾された簡素な大理石版である。墓所の記念碑は高い石の台座の上に、制度性のこの詩人の胸像が載せられている。台座には、BKNNT イヒダインフェアゲッセンと彼の詩の一節が刻まれている。この記念碑は、1841年にファラース・レーベンがヘルゴラント島で読んだドイツの歌の70周年を記念して、 1911年8月26日に除幕された。この詩人の息子で画家のフランツ・ホフマン・ファラース・レーベンがこの記念碑をデザインした。1985年から1999年にかけてパーダーボルン大学の作業グループが重要な書籍をデジタル化した。これらはマイクロフィルムとデジタルメディアに保存され一般に閲覧することができる。 1999年からカタログがオンラインで利用できる。図書館の管理はパーダーボルーン大学のコルバイ書籍図書館史研究所 GMBH によって運営されている。2007年に開始された修復プロジェクトによれば2012年6月から最後に修復された図書館の部屋も一般公開される。歴史的なタペストリーの状態は この部屋の修復の重要な挑戦事項である。コルバイ修道院の修道院協会の平面図修道院協会の提訴は822年に行われた。844年に長道が剣道された。ローと内人の剣道は867年であった。ベストベルクの建設は873年に始まり、885年に剣道された。 1145年から1159年には、修道院長、ビバルト・フォン・シュタブロの下、ベストベルクの改造が行われた。中央の塔の撤去と2つのファサード塔の増築が、これに含まれる。1585年から1616 16年に、修道院長、テオドール・フォン・ベデリングハウゼンのもとで2回目の大きな改築がなされた。塔の破布と屋根が建設、改築された。 古い教会施設に関しては、わずかな資料しか残されていない。外郭線は、後のバロック様式の修道院施設とおおむね、一致していたと考えられる。創設期のトラルイシオソンクティビティの記述によれば、この施設は計画的に建設されたと推測される。修道院の建物は、後世の施設と同様に教会の北側にあった。ここには、回廊の遺構が見られる。 この回廊周辺に修道院に付属する残りの建物が集まっていた。事務棟はこうした施設の南側にあった。17世紀から18世紀の新建築以前にはこの他に墓地、果樹園及び修道院長の館、来客や病人のための建物、オフィス棟などの建物があった。同時代の人物は1590年頃にこう書いている。 修道院の建物は一部は古く一部は新しい。建物はかなり数多く、外からはまるで立派な都市のように見える。30年戦争はカロリング町の修道院教会を廃墟に変えた。ベストベルクを除き、教会は1665年に取り壊された。新しい教会堂は1667年から1671年に建築化。 ニクラスデンテルによって建設された。その長度はオルガンを除いて1675年までに完成した。この教会堂は1681年に建造された。カロリング町の修道院建築は30年戦争の間に大きく損傷した。新しい修道院の建設は領主修道院長フローレンツ・フォンデム・フェルデのもと1699年に始まった。 領主修道院長マクシミリアン・フォン・ホルリヒの時代、1715年に、東翼が完成した。監視所、住居棟、倉庫は、その後の修道院長の時代に作られた。修道院教会内人採用部のベネディクトゥス礼拝堂は、1727年から造営された。園庭は1741年に建設された。教会南側のマリエン礼拝堂は、 1790年まで遡る。両主司教の時代、1794年に、本来の修道院施設の外側に、ドライゼーンリン林ンハウスが建てられた。1945年から1965年までの間、教会及び、新修道院の大規模な改修工事が行われた。これに伴い、1951年から1953年に、 教会の発掘が行われた。1945年から1961年までの間にベストベルクの壁画の上塗りが剥がされた。1960年にカロリング町の漆喰像の痕跡が発見された。1974、75年にはウーベロベダイによる教会の床部分の発掘が続いた。1977、78年には ベストベルクの発掘が行われた。数年後の1992年にベストベルクから酸化鉄の赤色を使ったカロリング町の壁へ、いわゆるシノプジンが発見された。コルバイのレイアウト図。一条館、二カイザーホールを含む議店の間、三領主の図書館、四金域の庭及びビートスレイハイドを含む、回廊、五フォアブルク、六倉庫、七門、 八北東、九時京東、十セステファヌス及び、ビートス修道院、教会、十一マリエン礼拝堂、十二ベネディクトゥス、礼拝堂、十三ベストベルク、十四ドライツェーンリンデン十時、十五茶帝、十六オフィス棟の中には、十七ドライツェーンリンデンハウス概要現在のコルバイ、上巻は、八万平方メートルを占めている。 バロック様式の旧修道院建築の他に、ベストベルク、修道院教会、オフィス棟がある。外観は、かつてのバロック様式の修道院建築と、日本の塔を持つベストベルクの中世のファサードが並存している、ことを特徴とする。正方形の塔は、施設の角の頂点を際立たせている。コルバイの門修道院への道は石橋を通って門に、至る。 門中の前面にはオリエンタル風の兵士を思わせる2体の衛兵像があり、内側には2体のランツクネヒト像がある。門の北内側は、かつての馬車庫や旧車と接している。門の南近くには、停心の宿舎があった。門から伸びる象径は、緑地の中を通っている。緑地の南側は、三方を三階建てのオフィス棟に囲まれた中庭に接している。訪問者は、 九州道院の建物の西正面を見ることになるが、その南端は中世のベストベルクと接している。全長112メートルのベストフロントは4階建てでそれぞれ32列の窓がある。この建物は2つの大きな玄関と3つの小さな玄関で区分されている。九州道院村の中庭へと続く道の両側には騎士者のカールとルートビヒの像がある。北翼は バロック建築の表側であった。90メートルの長さがある正面は2本の正方形の塔で挟まれている。中央部にはリザリートエプロンがある。これには巨大な歯柱が付けられ三角ハフをいただいている。北側正面前には堀が掘られていたが1836年に埋められた。これと同時期に修道院庭園に続いていた石橋も破壊された。 現在は、堀の一部だけが残されている。北翼に続く東翼は、やはり112メートルの長さがある。ここには二つの入り口が設けられている。東翼と西翼は、接続翼で結ばれており、これにより二つの中庭が形成されている。北側の中庭は、両側の通り抜け可能な入り口で開放されている。これに対して、南の中庭は、フリートガルテンであり、 外からの入り口はなく、この庭を取り囲んでいる回廊からしか出入りできない。この南側は、教会とベストベルクが長方形を描く形で、塞いでいる。教会の北と南には、19世紀に設けられた墓地がある。かつての修道院の敷地内を流れるシェルペ川は、上官の西翼の下を流れ上官の裏手でベーザー側に合流する。 ベストベルクコルバイのベストベルク外部構造現存する最も古い箇所がベストベルクである。これは九州動員協会の西側部分に建っていた独自の建築部分である。カロリング町のベストベルクは2つのファサード塔と中央に格闘の3つの塔がある建物として旧世紀に建設された。12世紀に2本の塔のファサードへの改造がなされた。 異なる壁から異なる建築時期がわかる。高くそびえるベストベルクは、2本の側等と、中央に、リザリート風の張り出しがある中央構造物からなる。ここには創建当時の名板が取り付けられている。この名板には、以下のように記されている、シバテイトム・イシュタム・ TV ・セルケイモダ・ドニー・ ET、アンジェリー・ TV ・ケイスト・ディムとエンビローズ・アイボス。 ベストベルクの創建時の名盤カロリング町に作られたベストベルク株は不規則な作りの切り石の壁からなっている。この壁には半円アーチの窓と最高用のスリットがうがたれている。中央の構造部の上に立つ3階建ての主楼は建物全体から際立っている。上部に一列に並んだ4つのアーチ型開口部は12世紀に作られた。 二連アーチの窓を持つ塔の上層部分もこの頃に建設された。中央部分と塔の屋根は16世紀末に建設された。ベストベルク西側の正面入り口である廃炉はもう現存していない。修道院長、ハインリヒホンアッシェブロックによって取り壊された。ベストベルクは旧修道院とオフィス棟に挟まれている。ベストベルクの柱内部構造三本のアーケードを 通り抜けると、カロリング町の入り口ホールに達する。これは、正方形の平面を持つ五郎式の空間である。この正方形の形は、正方形に切り出された柱で構成されている。この正方形の内部に、四本の柱によって形成されるもう一つの正方形がある。柱は、高く、コリント様式に様式化されたこの葉模様の中等を持つ。主空間は、 二つの側廊に囲まれている。入り口ホールの東側部分はベストベルクと教会の接続部である。1600年頃にこの空間にボールトが増設された。入り口ホールの西の角にベストベルクの中心となる部屋がある上階へ続く階段がある。このヨハニスコールは正方形の平面を持つ天井の高い空間で16世紀の角材を剥き出しにした天井を持つ。ここは いくつかの脇空間やサジキに囲まれている。さらに西側に大きなアーチ状の開口部を持つサジキゾーンがある。カロリング時代には中央の正方形部分の上に第三の塔があった。ちょうど壁画、オデュッセウスの壁画、オデュッセウスの壁画の模写スケッチイルカに乗る人物の壁画イルカに乗る人物の壁画の模写スケッチすべてのキザハシに装飾体、アカンサスの鶴、 企学的衣装といった壁画が描かれている。入り口ホールの描画の痕跡は上階に比べると全体的にわずかである。南楼の壁画は1961年に発見された。ここには古い壁の前にゴシック様式のボールトがあり、一部は水漆喰で、一部は彩色された壁画が保存されていた。見られたのはやはりアカンサスのフリーズであった。これは 天井のすぐ下に壁に部屋を取り囲んで描かれていた。アカンサスの葉は緑地に斜めに配置され描かれた。柱はおそらく赤く彩色されていた。その痕跡は多くの柱で見ることができる。中東もやはり彩色されていた。柱の軸部に色の痕跡は見られない。最も豊かに壁画で装飾されているのは上階の正方形の間である。 直接石材の上に描かれた絵と漆喰の上に描かれた絵に違いがあることがわかる。ただし漆喰は大きく損傷している。柱は赤に塗られていた。基部や中東にその痕跡が残されている。これによりバラ色から黄色、赤、緑、青といった多彩な色が用いられていたことがわかる。アーケードのアーチには赤と黄色のストライプで縁取られていた。 アーチの内側面には植物文様の装飾が描かれていた。サジキ部分は何世紀にもわたって塗り壁で封じ込められていたため壁画の大きな遺構が保存されている。内側は水漆喰を塗った地の上に彩色された柱がある。アーチの内側面はもっぱら幾何学模様で装飾されている。サジキの開口部下部には縁飾りを描いた跡が残っている。 上階西の部屋には、彩色の跡がある、カロリング町のボールトが保存されている。この西の部屋の北側には、いくつかの絵の断片が見られる。その絵は、ギリシア神話の場面を題材としている。海の怪物スキュラと戦うオルセウスである。スキュラは、人間の上半身に、怪獣のビブという姿で描かれている。頭部は残っていない。 尻のあたりに二頭の犬の頭が見える。左腕は人間の姿で描かれており、頭と上半身を識別することができる。オデュッセウスは蛇の尻尾の横に体を軽くひねった姿勢で立ち、スキュラの方を向いている。オデュッセウスも上半身と頭部は残されていない。彼は腰布を巻いている。右手に槍を持っており、それを犬の口に突き刺している。 この神話を題材にした絵画は、キリスト教と関連して解釈されなくてはならない。初期キリスト教の恐怖たちは、古典的な神話的素材を受け継ぎ、キリスト教的世界観に移し替えた。 オデュッセウスは、信仰を通して罪深い現世の苦難を克服する、力を得た嘘得のキリスト教徒を具現化している。スキュラと、その他の海の怪物は、汚れた世界の誘惑を表している。この古典的な神話のキリスト教的解釈転換は、現存する、最も古い例である。オデュッセウスは、槍で悪魔の竜にとどめを刺す、大天使ミカエルと、類似している。その右の断片には、 ハープのような楽器を持った髪の長い精霊園が描かれている。その他の海の怪物や想像上の動物は、かろうじて判別できる程度である。上述の壁画の下には赤っぽいフリーズが描かれている。西の外壁には彫刻された柱の戦士と共に壁にフリーズが施されている。北のアーケードの南脇にイルカに乗った人物がある。この絵は、 上向きのアカンサスによる縁飾りの間のボールと面に描かれている。乗り手の頭や肩は消えている。尾びれの終わりも判別できない。乗り手は左手をイルカの背に当てて体を支えている。右手は軽く曲げて前方に突き出している。シックイズコルバイの建築研究者は1960年に正方形の間の床下のゴミを調査する中で、 漆喰の素像断片を発見した。これらは当初は整理がなされなかった。南東の中間柱の上にあるカロリング町の壁の発掘後の1992年になってやっとオキシドロートの彩色が表に出た。赤い線が完全に露出するとチュニックとクラミスをまとった等身大の人物が描かれていた。この赤い下絵はジノピーと名付けられた。 さらなる研究により、他の中間柱の上にも下絵が描かれていたことが判明した。同じ時期にジノピー付近にオーク材のくさびが見つかった。このくさびは壁の隙間に打ち込まれていた。さらに石膏を含んだ素材の痕跡も発見された。これにより、ジノピーは漆喰像の主体として用いられていたことが示された。壁のオーク材のくさびはこの等身大の漆喰像を 固定するものであった。こうした仮説を検証するために、先の漆喰断片が役立った。この断片は、壁の隙間の跡や二つのくさびの位置から、元の場所に戻された。漆喰はグループごとに配置された。断片には7箇所の置き場所があったことがわかっている。この像は、おそらく、二人の女性と四人の男性であったと、推測される。女性は、 長いチュニックとスカーフ風の頭巾を身につけている。アトリビュートや名分が失われているため、この像が何を表しているものか正確にはわからない。旧修道院教会コルバイ修道院の内部。前方左の祭壇がマリア祭壇、右の祭壇がヨーゼフ祭壇元々の修道院教会は、幅の狭い側廊を持つ三牢式の長道であった。道の中央部に、 アーケードの開口部があったのだが、詳細は分かっていない。長道は、東側は、おおむね正方形のクワイヤに接続していた。アプスの工事を含む、わずかな改築が、クワイヤの東で行われた。クワイヤの下には、地下制度があった。完成直後、ベストベルクの建設前に、この建築愛は、いわゆる建築2に改築された。頭部にはめ込まれた。 長方形のクワイヤと半円形のアップスはこの工事によるものである。この頃に内陣周囲の周ローと外部地下制道が設けられた。さらに東に向かって伸びる2本の地下道と東側の十字型の礼拝道も作られた。内陣の横腕は全体的に拡張された。1667年以後に建設されたセーステファヌス及びビートス教会は ゴシック様式のホール式教会である。東側には小さな増築部分のベネディクトス礼拝堂がある。教会の窓は背の高い先頭アーチ窓である。この教会はセリー持ちのない交差リブボールとで構成されている。ちょうどコルバイの九州動員教会の大祭壇バロック時代の豊かなインテリアはゴシック様式化された簡素な建築本体と好対証を成している。 主祭壇に対する装飾は、徐々にエスカレートしていったことがわかる。祭壇室と回収室は、生体配料台で分けられているだけである。ブラーケル出身のパーダーボルンの宮廷画家、ヨハン・ゲオルクルドルフィがこのインテリアをデザインした。内装工事や彫刻制作は、アッテンドルン出身のヨハン・ザッセが、金細工や壁は、ベックム出身のアントン・シュピルト・ホーフェンが行った。後の壁には、 二人の主要な守護聖人である、聖ステファヌスと聖ビートゥスの像を祀る祭壇がある。この二体の像はそれぞれ植物の鶴を表現する螺旋装飾の柱,の柱の間にある。装飾のない柱は重いエンタブラチュアを支えており、その上部には三位一体を表現したメダイオンが掲げられている。創始者のカールとルートビヒの像は完全に外に立っている。大祭壇には、 教会歴に対応する、キリスト生誕、卓形、精霊降臨の奇跡、マリアの非正典の四つの絵がある。描いたのは、ヒエロニムス・ジースと、ブラウンシュバイク出身のトビー・アスク・ベールフルトであると、証明されている。脇祭壇の二つの絵は、ヨハンゲオルクルドルフィによるものである。北のマリア祭壇には、受胎告知、南のヨーゼフ祭壇には、卓形が描かれている。 この二つの祭壇は1676年にパーダーボルンの領主司教フェルディナント・フォン・フュルステンベルクによって寄進された。北の祭壇を聖アウグスティヌスと聖ステファーノスの木像が囲んでいる。南の祭壇は完全武装したメルクリウスが傍らに立つ。他の面には自分の頭を手に持つユスティヌスが立つ。脇祭壇の裏には 回転可能な聖書台を持つ2列の三次会隕石が並ぶ。三次会隕石の裏の壁には、コルバイの歴史に関連した木造が飾られている。セービーツのモニュメントクワイヤーの対照的な配置は、教会内の公団やセービーツのモニュメントとの対比でより強調されている。このモニュメントは、聖人の足を舐める獅子、和紙、シュロの絵だ。 本といった典型的なアトリビュートを備えた聖ビートスの像である。教会の空間は広い祝祭ホールとして認識され、改修は聖職者席と一般席とが切り離されていない一体空間を体感する。卓越した芸術的品質を譲るのが内陣にある領主修道院長クリストフ・フォン・ベディングハウゼン、フローレンツ・ゴンデムフェルデ、マクシミリアン・フォン・ホルリヒ。 カール・フォン・ビッタースドルフの4つのアラバスター製のエピ、タフである。最初の3機は、ギールスハーゲンの彫刻家、ハインリヒ・パーペンの作品である。カール・フォン・ビッタースドルフのエピタフは彫刻家、ヨハネス・ポルマンによって制作された。やはり、パーペンの手によるものとしては、セステファヌスとイ・ビートスの聖遺物箱があり、おそらくは、国会席もそうである。 バロックオルガン修道院教会のオルガンは、ヘクスターのアンドレアス・シュナイダーによって1681年に建造された。1718年には、かつてアルプ・シュニット側の弟子であったヨハン・マティアス・ナウマンによって、リュックポシティブ部分が拡充された。コールオルガンは、1822年に、新しいカトリック教会の死オルガンとして、アーメルンク戦で建造された。 この楽器は19世紀に何度も改造された。風箱機構がシュプリングラデンから一部がシュライフラーデンに置き換えられ、グロッケンシュピールが取り付けられた。このオルガンは最終的には1994年にオットーベルゲンのオルガン製造業者ザウアーによって良好な状態に整備された。新たに大規模な修復が計画されている。この楽器は2段の鍵盤と ペダルで32のストップを有している。金ベストベルクの中間部分には4つの世紀に製造された4つの鐘が吊り下げられている。最も古く、最も大きな鐘が1584年にヘルマン・ボックとハンス・フォーゲルマンによって鋳造されたカンタボーナである。30年戦争の終結後、保存されていたカンタボーナをもとに金の音を新たに作り出そうと、 何世紀にもわたって再建が行われた。三次会は、カンタボーナの歴史的重要性を鑑みて、かつて、ロートリンゲンを遍歴した、中造家で、シュタインハイムに住んでいたクラウディウス・ブリーコンに2番目に、大きな金の製作を依頼した。音明の後の数値は、音明からのズレを半音を16等分した数値で、表している。旧修道院の内部修道院長の、 ギャラリー修道院長のギャラリーは修道院員翼の2階にある。ここはかつて修道士の居住区域であった。狭い間隔で並んだ扉から現在もそのことがわかる。この名前は壁に65枚の修道院長の肖像画が掲げられていることに由来する。最後の数人の修道院長だけが実在人物の写生でタワガカによる創造図である。 これらは、領主修道院長、フローレンツ・フォン・デムフェルデの注文によるもので、ブラウン・シュバイクの画家トビアスク・ベールフルトが1714年に完成させた。最後の2枚は後に追加されたものである。30年戦争終結後の修道院の復興は、クリストフ・ベルンハルト・フォン・ガーレンによって始まった。フォン・ガーレンとその後継者である、クリストフ・フォン・ベディングハウゼンのもと、 修道院教会が再建された。フローレンツ・フォン・フェルでは、修道院の建物再建の礎石を据え、その後継者、マクシミリアン・フォン・ホルリヒがこれを完成させた。最後の二人の領主司教の肖像は、領主修道院長のテオドール・フォン・ブラーベックとフェルディナント・フォン・デュニンクである。修道院長のギャラリーに接するスペースは、現在一部が展示スペースとして用いられている。 見どころは展示品とバロック時代の再色装飾一式である。さらにビートゥスの棺、パレードの際に運ばれる聖ステファヌスとビートゥスの共造がある。東翼の他のスペースにはヘクスター・コルバイ文化クライスのオフィスやラティボールの運営部門がある。バロックザールとギャラリーのある角の廊下、オルガンの廊下角の廊下角の,の廊下は、 東の修道市の居住区域と西の修道院長の区画等を結ぶ連絡通路である。この名称は掲げられたハンティングトロフィーに由来しており、19世紀後半に公家の家族によって設けられた。壁は河野サロンや図書館のビーダーマイヤー様式に合わせて大理石風に彩色され、歴史主義様式の食材が壁に取り付けられている。角の廊下にはギャラリー、 コベア、バロックザールが接している。ギャラリーには、最高後新たに、再構成された、図書館が入っている。図書館は、上階のギャラリーにも及んでいる。どちらの木座橋にもバロック様式の書棚が、しつらえられている。現在このスペースは、入れ替え展示の展示室として利用されている。角の廊下から、もともとは再色されていたオルガンの廊下に出る。この廊下は、 ベストベルクの上界や領主のサロンに至る。壁には2007、8年にコルバイトその周辺で撮影されたペーター・クナウプの写真が掲げられている。領主のサロン青のサロン領主のサロンは西欲にある。最後のコルバイ領主主教フェルディナント・フォン・リュニンクは亡くなるまで居住する権利を有しており北翼に住んでいた。そこでビクトール・アマデウス紅クは西翼の かつての修道院長の絵画ギャラリーを館にしつらえた。家具は、後期古典主義様式及び、ビーダーマイヤー様式である。青のサロンだけは、現在も、フランスの工場で製造されたオリジナルの壁紙を使用している。これは19世紀の初めに製造されたものである。豪華なドンス、ダマスク織、絹織物を模して、飾り付けをして、ひだをつけたような模様は、 壁紙の人気のモチーフであった。青のサロンの壁紙は3つの部分からなる。下の円は、総院の女召使いと果物かごが交互に描かれたアンティークなモチーフである。中央部分は、青と白のストライプの絹織物を模したイミテーションである。これが、上の縁取りで囲まれている。1950年代までこの区域は、紅白の家族が指定として使用していた。 現在は見学客が立ち入ることができる。カイザーザールカイザーザール同じ西翼にカイザーザールがある。このホールは浴籠全域に及ぶ。この広く明るい部屋は修道院長の儀礼の間として利用された。ここでは帝国諸行として行為の人物と面会した。カイザーザールは19世紀に改造され、現在のバロック様式の長度が失礼られた。 名称はこの頂度に由来する。壁には皇帝や女王の二十枚の肖像画が掲げられている。両正面はカール大帝とルートビヒ経験王の全身肖像画である。これをコルバイに特に関わりがあった皇帝や女王のメダイオンが囲んでいる。天井には新約聖書のナの根源を描いた大きなメダイオンが見られる。艦隊というテーマは 旧約聖書の父と兄弟をもてなすヨーゼフ、三人の天使をもてなす、アブラハム、ダビデとアビガイル、泉のリベカといった場面を描いた小さなメダイオンにも共通している。これらの聖書の場面を描いた画家は分かっていない。壁や天井の化粧漆喰細工はおそらくイタリアの芸術家、ジャコモ・ペリネッティによるものである。彼はそれ以前は、 ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル校アントン・ウルリィ妃に仕えていた。アントン・ウルリィ妃は修道院長フローレンツ・フォンデム・フェルデと親交があり、この芸術家を使えるように図らった。ボルフェン・ビュッテル城やコルバイの化粧漆喰細工は様式上の類似性を示している。カイザーザールは現在、コンサートホール及びその他の文化イベントに利用されている。例えば朗読会、展示会や、 講演会などである。ゾンマーザールゾンマーザールの天井が、ゾンマーザールは北翼にあり、やはり二つの木材橋にまたがっている。このホールはカイザーザールよりも小さいが、やはり漁主修道院長の越見の間として用いられた。ゾンマーザールの裏にはバロック様式の階段室があり、訪問者はこれを通って修道院に入ることができた。ゾンマーザールは、 かつての修道院長の居室に隣接していた。現在、この居室は図書館となっており、ゾンマーザールは展示室として使われている。図書館の所蔵品から毎年入れ替えられる展示品はここに陳列される。ゾンマーザールには価値の高い装飾天井がある。天井画には皇帝ハインリヒ2世の皇后を国軍での日の試練が描かれている。 不定の疑いをかけられた皇后、国軍では裸足で焼けた炭の上を歩いた。彼女は皇帝の目の前でこの日の試練を行った。ハインリヒ2世はコルバイと親密な関係にあった。彼はコルバイで何度も諸公会議を行った。天井の横から切り込みアーチが壁に移行していく。ルネットには青から白のグリザユが描かれている。この絵画は コルバインの宮廷画家、フェルディナントルートビヒバールチャーにより制作された。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。